平成23年7月4日月曜日午前、内閣府で第4回となる自殺対策タスクフォースに出席しました。会議では最近の自殺の動向、岩手県からのヒアリング、緊急対応策の検討を議題に話し合われました。この自殺の問題は、我が国のある意味での大きな社会的な課題でありますので、政治的に多少の変化があったからといって取り組みを緩めていい問題ではないというふうに、皆さんも思われていると思いますし、私も思っております。私も私の立場で、それを全力を挙げてこれからもサポートしていくと、その決意表明を、することが一番私の役目かなと思ってやってまいりました。どうか大変重大な課題、よろしくお願い申し上げます。午後、総理大臣官邸でロシアのナリーシュキン大統領府長官の表敬を受けました。会談では菅総理から東日本大震災の際のロシアからの支援に感謝を表するとともに、エネルギー、原子力、青少年交流の分野での協力の進展に期待を示しました。5日火曜日夜、総理大臣官邸で東日本大震災復興対策担当大臣、内閣府副大臣の辞令交付を行いました。6日水曜日衆議院予算委員会に出席し、延長国会における諸課題について集中審議が行われ、委員からの質疑に答弁しました。7日木曜日参議院予算委員会に出席し、集中審議が行われ、委員からの質疑に答弁しました。総理大臣官邸に戻り、第12回となる地域主権戦略会議を開催し、出先機関改革、補助金等の一括交付金化、義務付け枠付けの見直し等について話し合われました。出先機関の改革、について、地方への移行ということの方向性は決定しているわけですけれども、この問題をいかに進めていくのか、また一括交付金についても、かなり前進をしておりますけれども、さらなる対応の良いものにしていくにはどうしていくのか、また義務付け枠付けの第三次見直しについてもしっかりと方向性を出していただきたいと、このように思っています。8日金曜日衆議院本会議に出席し、海江田原子力経済被害担当大臣から原子力賠償支援機構法案について趣旨説明が行われ、各会派からの質疑に答弁しました。